あるところに人の心立てのとっても良いうちと、隣にまたあまり心の良くない人と会った。そしたらある時、汚い風俗の男の人が来て、今晩ここに泊まらせてくれんか。まあこんなとこでもよかったらどうぞ泊まんなさい。そして親切にして、大切にして泊めて、明日の朝起きてボロのボロの風呂敷背負ってきた。まあ、その風呂敷から風呂敷開けて、虫が食ったようなグズグズったら潰れるような、あの売っての小槌をその風呂敷の中から出してな、わしは大黒米である、何でも欲しいもんがあったら、振ってね、あれで米が欲しけりゃ米な、金が欲しけりゃ金と、こうして振ってすれば何でも出てくるから、そしたらお前は一生不自由しねえ。そしたらまあ、まあ、ありがたてありがたて喜んでね、すぐ神さんだらに備えて、そしてまあ朝大工さんはもう帰ってしまった後で、これはまああのお遍路さんが止めてあげたら、何でも売れるっつうんだから、一つまあ振ってみようかって、とにかく貧乏なうちだから、まず米から振ろうか金から振ろうかと思ってて、まあお金を振ってみれたので、金金金って振ったら、もうそれはザクラクいっぱいいっぱいおばんがこばんがザクザクと出てきそれから、これはありがたい、今度はそんならお米を授けていただこうか、米、米って振ったら、もう米だらがそこら、いや、山くらいに振った。これはたくさん米ができたけども、これをまた入れるとこがなくても困るし、今度は蔵を一つお願いしようか、蔵、蔵って振ったら、ずーっと大きな蔵が縦横に、お金はたくさんあるし、どん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 と人を頼んでお米を蔵の中へ積み込んで、でたちまちに立派な財産家に。それを見ていた隣の人は、何でも変動止めたら、手の小槌をくれたんだそうだ。何でもあれちょっと、なんだ、知らん間にちょっと取ってきて急いで
出してまた黙って持てって神様にあげていたら分からんけに、そうやろっつって、まず自分が転んで、ちょっと隙間に来てからに神棚にいつも待ってあるの知っとるから、それ取っていって急いで出しましょうと思って、米と蔵と一緒に米蔵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 って言ったら、ところが目の見ねえや昆布がわや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 といっぱいになったっつう話で。